パスポートって買えるんですよね。数千万円払うと、パスポート買える国があって、多分そういうところでパスポート買ったのか買うのか。ガーシー元参議院議員に逮捕状が出たということで、ICPO を通じて国際手配されるということになりました。まあ日本にね、帰ってきて、国会、 に出て、参議院議員のままでいれば、まあ、不逮捕特権はあるものの、多分、逮捕許諾請求は出て、逮捕はされたと思います。それは僕は、あの、家宅捜索をされた時に、その話はしてましたけれども、まあ、大体、警察とか検察が家宅捜索したら、大体それは、証拠を集めて、えー、逮捕起訴するためなので、逮捕状が出ること自体はですね、えー、想定の範囲内だったわけですけれども、まあ、 多分ベストウェイは、僕的には日本に帰ってきて、逮捕はされるものの、まあ、実刑は食らわないしこういうようなり、罰金刑っていうものだったんですけれども、もう本当に逮捕されたくないと、いうことが多分すごく大きくあったんでしょう。ガーシーと仲がいいと言われてる秋田さんとか、FC2 の高橋さんとか、もうあの辺、まあ、FC2 の高橋さんはね、グリーンカード持ってんのがでかいのよね。 アメリカの永住権持ってるんであっちのパスポートがあるんでめちゃくちゃ強いんですけど秋田さんとか多分持ってないはずなのででもねパスポートって買えるんですよね多分数千万円払うとパスポート買える国があって多分そういうところでパスポート買ったのか買うのか。 おそらくそんな感じになるんじゃないかなと。まあ、そういう、なんかもうドバイってそういう人たちばっかりなんで、日本の論理なんか関係ねえよみたいな。ICPO から手配状来ても知るかボケみたいな。金持ちなんだから大丈夫みたいな感じで、さすがにね、殺人犯とかハイジャックとかそういう人たちだったら引き渡すかもしれないですけど、ガーシー程度だと多分、 犯罪者引き渡し条約も結んでないし、カルロス・ゴーンと一緒で逃亡し続けるんじゃないかなと僕は予測しております。で日本の警察もね、なあね、ねあのドバイの政府とかにごちゃごちゃ文句言うんだろうけど知るかボケっていう話に、多分結論としては僕はそういう風になるんじゃないかなというふうに思ってます。 実際ドバイってそういう人たちが世界中から集まってくる国お金さえあれば何でもできるみたいな感じの部分っていうのはあるんでだからマガーシーもすごいそういう選択をしたんじゃないかなとそういう見込みがあったからこそいやだってこれでさパスポート剥奪されてえードバイにいられなくなったら困るじゃないですかだからそういう見込みがね日本に強制送還なんて話になっちゃうと大変なんで。 ま、さすがにね、この間のあのー、特殊詐欺からあのー、強盗、えー、のね、指南役になったルフィ一味が、フィリピンの入管に収容されてたのを、こう、国際的に日本に強制送還されましたみたいなニュース流れてましたけれども、まあ、あれは本当に殺人とか、殺人及び殺人教唆、こういったものの、ま、結構重罪なので、ああいった形で国際的に、 犯罪者引き渡し強くないんだけれども、配慮してっていう形になりましたけど、ガーシーの場合はそこまでやるかなっていう、国会議員の身分を剥奪したままで、その程度でいいんじゃないかみたいな話になるんじゃないかなっていうふうにもちろん予測外れるかもしれないですけど、まあ、基本的にガーシーは逃亡し続けるんじゃないかなって。 と思いますねもう日本に帰りたくないってあれだけ売ってるわけですからそれはある程度自信がないとそれは言えないはずなんでということでまあこれで幕引きになるのかななのでもしこれで幕引きになったとしたらあさらにまあガーシーの攻撃はもしかしたら止まらないかもしれないですよねということも全然考えられるかなと僕はだからまた ガーシーこれ出馬したら俺当選すんじゃねえかなと思いますよ立花さんオファーすんじゃねえかなまた <laughs> 分かんねえけどまあ立花さんみたいな人がいないと当選させることはなかなか難しいかもしれないですけれども国政政党でねガーシー立候補させる単力がある国政政党他にないと思うんでもし立候補するんだったらそうだなガーシーまた NHK 党から出るのかな まあ分かんないですけれどもそんな感じになるんじゃないかなと思ってます。<music>